現在花輪が副会長、土屋が常任理事を務めている漫才協会。昨年所属芸人の錦鯉が M1 で優勝するなど盛り上がりを見せているが、長い歴史の中にはこれまで様々なしくじりが。今回はナイツ先生が所属してからのしくじりと改革の歴史を授業してもらいましょう。まずはですね、漫才協会はですね、漫才ブームが起こった1980年代には、あの2ビートなども所属するほど勢いがあったんです。で、たけしさんは、ナイツがもうやる前に、まあ、すでにこう浅草の師匠いじりのネタなんかもやられてました。そうですね、はい、結構昔の2ビートの漫才とかを映像で見ると、まあ、俺たち漫才協会入ってますけどね、師匠がどうしようもないんですよみたいな漫才とかをしたんですね。たけしさんにいじられる前まではやっぱ若者、はい、若手はやっぱとりあえず浅草に行って、まあ、芸人スタートするっていうのがもう基本の流れだったんですよね。当時は演芸番組も結構あったので、まあ、漫才協会入ったらテレビが出てた時代もあったっていうことなんですね。しかし1990年代に入ると漫才協会を脅かす出来事が起きてしまいました。それが次のページです。ああ、なるほどね。各芸能事務所がお笑い養成所を創設ということでございますね。ですから今まで芸人になるためには誰か この弟子にならなきゃいけない徒弟制度っていうのが、まあ、基本的には一般と言われていますけども、この養成所ができたことでちょっと切り替わってしまったという。確かに。で、我々はまあ NSC とかに入ってないんですけど、漫才協会が知らなかったのでもうそういう路線で行こうとしていたんですけどね、はい。そんな我々芸歴1年目の時に白羽の矢が立ちました。2002年にマセキ芸能社の事務所の社長に呼び出された我々に下った事例が次のページです。ないっすね、マンズ今日買ってもらうから。真似はいい社長の真似はいい。当時の社長、まあ、マセキ芸能社っていうのは内海桂子よしえが大看板に、まあ、いる事務所なんですけどね、新人をこう毎年弟子にして、まあ、協会に入れていたんです、昔はね。ただやっぱり日本映画学校という学校ができて、まあ、うっちゃんなんちゃん路線で、まあ、そこからバカリズムさんとかこう増えていくんですよ。でただバカリズムさんとか伊藤麻子さん当時コンビだったんですけど、必ずマセキの社長から一回漫才協会に入んなって、やっぱり稽古予選第2の稽古予選作りたいからって言われるんですけど、いや僕たちはテレビの方で頑張りたいんで、うっちゃんなんちゃん路線で行きたいんでって言うと、あそうだねって社長も折れるんですけど、なぜか我々ナイツは絶対ダメだと。なんでそれ。これはもしかしたら土屋くんのお母さんが、マセキ芸能社に昔所属してた、演歌歌手だったんです、ね、はい、対馬亜紀っていう、この対馬亜紀を売り出すためにマセキ芸能社、はい、多大な借金を抱えてました。それがあったからやってもらうぞと。対馬亜紀のせいなんだ。対馬亜紀のせいっていうのもちょっとあったのかも。ちょっと思い入れが強かったんだね。やっぱ浅草でなんかこう売れさせたいみたいな、そうですね、思い入れもあって、うん、だってほとんど見たことない人ですからね、だからずっとジムのおじさんだと思ってた人が急にラメのスーツ着て舞台から それはビビるな。あとずっと師匠だと思ってた人が師匠の友達だった。学園に、はい、まあ、そんなね生活が始まりまして、 ですから我々もマセキ芸能社に入ってましたので、はい、ライブには出ているんです、ね、普通の芸人と同じですから。ですから昼は浅草東洋館で、夜は若手のライブ、新宿とかやるライブという日々がちょっと始まるんですけど、忙しい。すると、こんなことに頭を悩ませることになります。次のページです。漫才のテンポをどっちに合わせていいかわからない。これはね、あのお客さんがお年寄りさらに少ない、もうまず早口だと聞いてくれないっていうのがあって、受けたいのでどんどん遅くなっていくんですね、伝わるように。そうすると夜のライブで早くしようとしてもちょっとそこが修正ができなくなっちゃう。結局結果どっちも受けないみたいな。どういうネタやってたんですか。ちょうどうちの兄貴がすごいバンって
売れた時だったんで、まあ若手のライブだったら、まあうちの兄貴が花輪っていまして、でこう土屋君のお母さんがね、皆さんご存知ですよね、対馬亜紀って言うんですみたいな、こういう感じでボケるんですよ。で昼は実は相方の土屋君のお母さんが演歌歌手なんです。皆さんご存知でしょうか。3、2、1、対馬亜紀ぐらいゆっくりやる。そうやんないと、だから分かりやすい、ここボケですよっていうとこを立てて言わない。3、2、1、立てないですよね、若手のライブは。なんだったらちょっとボソッと言うというか、ボソに憧れて入ってきたんですけどね、気がついたらお足元の臭い中ようけそうです。しっかり言う、分かりやすい、立てすぎだろっていうぐらい。どうですか酒井さん、この状況は。でもまあ浅草の、ね、あのお風呂場の休憩所で僕らも漫才やったことあるんですけど、うん、ありますね祭り、全く受けなくて、うん、本当客悪いなと思って帰りました。ですからね、もう漫才協会入って苦悩するね、はい、我々なんですけども、うん、一方で漫才協会のこの幹部たちはかつての浅草の勢いを取り戻すために新たなお笑いスターを生み出そうと試行錯誤していました、うん、そして2001年に漫才協会の幹部たちはあるイベントに多大なる影響を受けました。それが次のページでございます。あ、 M1 グランプリっていうのがすごい大人気らしいぞ。師匠たち、夫婦漫才の師匠がいたり、そうなんです、ウクレレ漫談がいたり、はい、まあ、要はそのみんな、まあ、芸人さんなんですよね、はい、でこの芸人さんの、まあ、幹部たちが集まってちょっと今後の運営とか進めていくっていうのが、まあ、漫才協会なんですけど、この M1 に影響を受けた協会幹部は、我々が協会に入会した2002年、はい、こんな行動に出ます。次のページをご覧ください。漫才新人大賞を開催。あの漫才協会が賞レースを開催すれば話題にもなるし、なるほど、人材の育成にもなると考えました。しかし本家の M1 グランプリ1756組で優勝を争う中、新人大賞の参加者はというと、次のページです。たったの6組。おいマジかよ。全員スーパーシードです。すぐ決勝じゃん。スーパーシード、すぐ決勝です。足りてないから決勝の組数。はい、すぐ第1回の優勝者は、ロケット団。ロケット団さん、ね、で次の年に我々ナイツが優勝するんですけど、2代目だ、はい、その後見てください、2004年が、優勝者該当者なし。どういう、なんでだ、どういう状態。だから優勝したらどんどんこうね、抜けていくので、はい、こう減っていくんですよね、うん、ナイツも優勝したらもう出れないんだ。そうなんですよ、はい、その中で争われた第3回が該当者なしってことなしって、どういうことですか。要は、まあ、全員滑ったってこと。え、マジで、はい、全員滑ってました。新人大賞、大会ですよ。そうなんです、まあ、しょうがない、該当者いなかった、受けてないから。予選みたいになっちゃってる。この動画の続きはアベマで。最新作は無料。さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちらをクリック。